ファンだったわけですか。もうそれしかですね、うん、ないですもん。あと味噌汁だから何も関係ないし、うん、その中身も野菜し、パン食べたくなったからちょっと食べてみたら、お腹どうなった。超年点みたいな痛さの、超年点みたいみたいな痛さで、前の時ですね、うんうんうん、あのあれがの短いミニ版でやってきた、ミニ超年点みたいな腹痛ですか。あって、あの時はここだけだったんだけど、はいはい、今度ここがおへその周りみたいな、これ辺が痛かったですね。うん、下痢か便秘にはなったんですか。何にもそれにならない。ああ、もうとにかく痛かった。それで今ちょっと今朝行ったけど、今日は出なかったけど、今日はもう食べてないから、うん、あ、もう ご飯が食べられなくなってしまった、ね、もう食事ももうしたくなくなったから、うん、いや今は昨夜は食べてますけど、うん、こういうのが、うん、だそのお腹が痛くなった後からできた症状ってあります。肩が痛いとか股が痛いとか。これは前からあ、これはその、うん、日曜日がそれで、うん、お腹痛くなって、はい、で月曜火曜日が、あ、そうです、ここが月曜日の夜じゃない、夜だけ寝て、火曜日の朝起きたらなんか腫れてるみたいだね、こう、うん、で結局そう食べましたでしょ。で食べて腸がまあアレルギー症状を起こしたわけですけど、その後から出てきた症状っていうのは、その小麦のアレルギーの症状に付随する症状かもしれないんですよ。としか思えない、うん、でこの股のこの痛みっていうのが、それからだんだん収まってきてるんですか。ひどくなってるんです。いや、もう収まる、ここずっとしてましたね。ああ、今朝取ってきたけど、ああ、収まってきてるんですか。少し収まってるけど、お腹がじくじくは、うん、その痛さとこれは関係ないかもしれない、うん、トイレ行っても出なかったっていうことだけの話で、はいはい、まだお腹はちょっとじくっとした感じが、いや、その痛さは全然ない。あ、そうですか。その痛さは、うん、ただ行きたいなという感じのジクジクがして、ジクジクがまだあるわけです、ね、それはありますか。あ、じゃあまだちょっと続いてるのかもしれませんね。それでぐる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 今朝言ってたんですけど、はい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 、結局ガスが出なくなったから、うん、あ、出なくなったって夕べから出てないんで、ちょっとそういう、お腹張った感じになってしまったんですかね。今なったから、うん、そのパン食べた後に排便はあったんですか。まだないんですか。ですね、痛くな日曜日は合ってます、うん、その後。あ、そうですか。あ、でも日曜日出たのはそのパン食べたあれじゃなくて、その前のが出てるんでしょうからね。ああ、そうですそうです、ね、その後ですよ。そうそうそう、あ、もちろん合ってます、月曜も火曜。あ、そうですか、はいはい、じゃあもう出てるんでしょうね。ということはその反応だけが残ってると、アレルギー反応だけが残ってるんでしょうね。ここですよね、喉もう一番いかんのがもう、イガイガがあります。もうなんかあの粉をですね、うん、いつもここにこう巻いとられるみたいな。あ、そうです。そういう感じが。で、それはいつからです。これはもうだいぶ前から、これの前から。それで、あの野庭でこう、うんうんうん、うがいしてやっとくことができるようになったんで。あ、そうです。こうして、うん、それからレンコンの粉、うんうんうん、喉に入れて、うん、そんなのは飲んだりはして。息子さんにはその小麦のあれの話はされました。知ってます。もう彼は絶対ダメですからね、うん、